yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane。 どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、何の話かと言いますと、もうこれですね、まあ、皆さんがね、気になってるであろう MacBook Pro 13インチですね、こちらの話をねしたいと思います。まあというのも、この MacBook Pro 13インチに関してはですね、まあ、今まで紆余曲折ありまして、まあ、本当にね、最初から使えるわけじゃなかったんですね。これ確か発売がね、5、6月ぐらいだったと思うんですけれども、そこからですね、最初動画の不具合っていうのが見つかりまして、まあ、ファイナルカット、あとはプレミアプロですね、を使うと、まあ、途中でフリーズして動かなくなってしまって、書き出しの速度も遅いっていうのがあって、で、まあ、そこからですね、2ヶ月間ぐらい僕使えなかったんですね。まあ、なのでそこの間の過程のね、動画もいろいろ出したんですけれども、その後ですね、先日ですね、ちょうどまあ2週間前ぐらいかなにですね、新しく OS のアップデート、カタリナのね、アップデートが入りまして、でそこからですね、ようやく、使えるようになったんですね。でその時、まあ、使えるようになりましたっていうね、動画は出したんですけれども、そこからですね、僕がいろいろ使ってみて、まあ、実際ね、本当にそれが、まあ、バグが治ったのかっていうところ、そして、そのバグが治ったことによって、これのね、2020年モデルの真のね、力が、これ発揮できるようになったんですね。なので、そのね、パワーがどれぐらい優れているのかっていうところ、そしてあとは細かな改善点と、あと最後に、この MacBook Pro ですね、新しく、まあ、これから ARM 版のね MacBook っていうのが今年出るんじゃないかって話がねされているんですね。で、それも踏まえて、じゃあ今回のこの2020年モデル、これは買うべきなのかどうかっていうところ、最後にちょっとだけね、僕の考えをねお話しして、終わりにしたいと思います。ということでね、今日もね MacBook の話していきますので、まあ、ぜひ聞いてもらえると嬉しいです。はい、それでは行ってみましょう。まずはね、これパワーのところですね。こちらの MacBook のね、僕が買ったモデルに関しては MacBook Pro の13インチ2020年モデルの、Core i7 の、メモリ 32GB のモデルですね。でストレージは 1TB のものを買っています。で、こちらに関して、じゃあバグがね、治ったかどうかってことなんですけども、かなりね、もう僕その後ね毎日動画編集してます。ファイナルカットプレミアプロをね並行させて動画編集してるんですけれども、今のところ、前出てたみたいな、途中でねレインボーマークが出て止まっちゃうとか、動画のね書き出しがすごく遅くなっちゃうみたいな不具合は今のところね、出ていません。まあ、少なくとも僕の環境ではですね、2020年版のバグっていうのはね、再発してないです。もうね完璧に使えるようになりました。で、まあ、そこはね一つ安心してほしいポイントで、で、まあ、そこからですね、じゃあこちらの MacBook Pro ですね、Core i7 Intel 第10世代のチップが入ったもので、メモリ 32GB っていうね、結構ねパワーとしてはねかなり十分なものなんですよ。で、それがねどれぐらい実力がね出てきたのかっていうところなんですけれども、まあこれねベンチマークのスコアとか見ても多分わかんないんですよね。前回ねベンチマークのスコアとかも含めてお話をね、これ購入した時にお話はしたんですけれども、まあ、スコアでね見えないところがあるというか、やっぱりねこう使用感のところどれぐらいね変わってるのかっていうのが大事かなと思いますので、その辺をお話しさせていただきます。で、まずね、動画編集とか重い作業ですねに関しては非常にねこれ快適になりました。僕の場合ですね、動画の編集はフル HD の 30p で撮ってることが多いんですけれども、それに関してはですね、もう本当にプレミアも、ファイナルカットもですね、もう一切レインボーマーク出ることなくですね、サクサクでもうカーソルとかねすごいすんなり動くようになりました。で、そこからですね、まあ、じゃあ、4K どうなのかなと思って 4K の 30p ですね、もう編集をしてみたんですね。でそしたら、まあ、今までね 4K はさすがにこの MacBook 13インチだと、まあ、厳しいんじゃないかというか、2019年モデルだとちょっと 4K までは、ね、編集しきれなかったんですけれども、こちらのですね2020年版の、モデルですね、こちらでやってみたところですね、 4K もねかなりサクサクね動きます。編集自体は全然ねストレスないぐらいねサクサク動きました。もう一度もね止まったりフリーズすることなくですね、3本4本ぐらいね、編集したんですけれども、一応もそういうことがなかったです。
なので、編集に関してはフル HD も 4K もですね、非常にサクサク動くようになったので、まあ、かなりねその処理速度というか、パフォーマンスというのは上がっていると思います。で、僕がね一番驚いたのはそこからのね書き出しですね。ファイナルカット、プレミアも両方なんですけれども、書き出しがめちゃめちゃ早くなりました。こちら の動画の書き出しって CPU に、ね依存する、まあ、GPU じゃなくて CPU に、ね、結構依存するところが大きいんですけれども、まあ、そこがねさすがやっぱりインテル第10世代っていうこともあってですね、非常に改善がされました。どれぐらい改善したかというと、例えばねフル HD の10分の動画、だいたい10分ぐらいの動画を今まで2019年版の MacBook Pro ですねで編集をしてた時は、だいたい10分の動画を書き出してね10分ぐらいかかってたんですよ。同じぐらいの時間かかってたんですけれども、それがですねこちらの MacBook Pro 2020年版だと今だとね3分とか2分半とかですね、本当にね大幅に速くなりました。それぐらいの本当に3分の1とか4分の1ぐらいの速度で書き出せるようになりました。なのでめちゃめちゃねこれパワーを感じます。で 4K もね同じく編集したんですけど、だいたいね10分ぐらいの動画が同じくね10分ぐらいで書き出しできるような感じですね。今までフル HD の書き出しでかかってたような感覚で 4K がね書き出しができるようになったんですね。なので非常にねこう内部のねチップというかパフォーマンスっていうのは上がってるなっていうのをねこう肌でね実感します。で、まあ、動画編集もそうなんですけれども、他にもライトルームとかもですねやっぱり書き出しの速さ全然やっぱアップで後はね早くなりましたし、あと、まあ、個人的にはですね OBS っていう生配信用のアプリがあるんですよ。カメラの動画とかを取り込んでそれを YouTube の配信に載せますってアプリがあるんですけども、まあ、それがねすごい快適になったというか、すごい安心感あるね、挙動になったんですね。というのも今までは、2019年 MacBook Pro 使っていてもすごいファンがねめちゃめちゃ回っちゃって、すごいこう、まあ、熱が溜まってたんですね。なので途中でこう動作が重くなったりカクついたり、これね大丈夫かなって心配することがあったんですけれども、今回ねこの MacBook Pro の2020年バージョンの方はですね、OBS 使っても全然ファンが回らなくて、すごいね安定して動いてるんですよね。まあ、そういうところでも非常にねこう処理能力の高さというか、こう安定性っていうところはね改善したなっていうふうに思います。なのでパワーのところでは間違いなくねこれね上がってるなっていうふうに感じますね。で他にこの2020年版ですね、使ってて、まあ、細かいんですけど、ちょっと改善したなというか良くなったなというところがですね、Wi-Fi とあと Bluetooth 周りですね、通信のところ、これが2019年版よりも、良くなっているように感じます。というのも、2019年版の MacBook Pro Wi-Fi のつかみが悪かったんですね。まあ、Wi-Fi とか Bluetooth 含めつかみがすごい悪かったというか、確実にそこに Wi-Fi のね、電波飛んでるのに全然その Wi-Fi のうちらに表示されないとか、そういうことを皆さんありませんか？僕もね2019年版あったんですけれども、こちらのですね2020年版はねそれがねすぐ感知してくれて、すぐねそれを、信号を受け取ってくれて、すぐね Wi-Fi の切り替えができたりとか、 Bluetooth もねすぐね、つながったりとか、すぐこう新しいのに見つけてくれるんですね。なので、まあ、ちょっとねこれは OS のアップデートなのかどうかわかんないんですけれども、かなりね地味なところなんですけど、そこ改善してるなっていうふうに思いました。で、まあ、ここまでがね、実際この MacBook Pro、2020年版のね、パワーがどれぐらい改善したか、でどういうところがね直ったかっていうところなんですけれども、まあ、最後にですね、じゃあこの MacBook Pro 2020年版ですね、買うのかどうかっていうところなんですね。これねすごい今一番ね悩みどころかなと思うんですけれども、まあ、まずね、通常の話、まあ、例年こう、まあ、新型モデルとかの噂がない状態だったら、僕はねこれ今だったら買っていいと思います。まあ、ここのね数ヶ月はねちょっとバグの問題があったので、こうあんまりこういいよっていうふうに言えなかったんですけれども、まあ、このね、バグが改善されて今のこのねパフォーマンスが素晴らしいね、状態だったら僕はね全然これ勧められます。買った方がいいっていうふうに言えます。まあ、唯一ですね、まあ、ここでこう出てくるというか、まあ、気になってくるのはやっぱアーム版のね MacBook の話ですね。まあ、前ちょっと動画でもご説明したんですけれども、新しくですね今年の Apple はですね、
このチップが変わりまして、 MacBook シリーズのね、チップをこれから変えていきますって話がありまして、今まで使っていた、インテルから ARM っていうですね、iPhone とか、iPad に使ってるね A10 とか A12 っていうチップの系列のチップに変えますって話をね、したんですね。でそれのモデルが、今年の、後半から来年にかけてですね、およそ2年をかけてそのチップをね、刷新していくみたいな話があるんですね。で、僕に関してはね、それすごい楽しみにしていて、きっと買うと思います。一応ねスペック自体、スペックというか処理速度とかはね、かなり上がるんじゃないかっていうふうにアップル公式自体はね言ってるんですけれども、そこも含めてね僕は新しいものをねちょっと試したいっていう興味からね、買おうと思っています。でなんですけど、じゃあそのARM 版 Mac が、普通にね MacBook を、ちゃんと買う人、例えばこう、3年間ね使うようにしっかりね、いいモデルを選びたいですとか、ちょっとね、仕事でメインで使うのでちゃんとした MacBook を買い替えたいと思ってるんですっていう人に、これから出るですね ARM 版の Mac っていうのがこうおすすめできるかというか、買うべきかどうかっていうと、結構ね僕はやめといた方がいいんじゃないかなっていうふうに正直思うんですね。というのも、やっぱりアップルの製品、今回もそうだったんですけれども、仕様が変わったりとかですね、内部の、ものが変わるときって結構やっぱりバグも多いんですよね。でかつ今回かなり大きなアップデートというか、もうチップが変わってかなりこう中の OS の構造も変わってっていうことなので、それこそね使えるアプリ使えないアプリっていうのがかなり出てくると思うんですよ。一応サードパーティーのアプリもほとんど対応しますよっていう感じでこう、アップルはね言ってるんですけれども、それもねどこまでこう信じられるかっていうのがねわからないので、本当にその MacBook を仕事のメインにしますとか、買った MacBook をですね、今後長期的に、それこそ5、6年とか使う予定ですっていう方はですね、ちょっと一番初期のね ARM 版の Mac っていうのはちょっとやめといた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですね。で必ずですね、1個目が出て、でその、次の年とかにですね改善版が絶対出るので、それぐらいのタイミングまで様子を見てもいいんじゃないかなというふうに思うんですね。なので、現時点で新しく MacBook をね、MacBook Pro を買い替えたいと思っていて、でパフォーマンスも安定しているものが欲しいっていう方の場合はですね、今のこの2020年版の MacBook Pro、こちらを買っておくのがね僕はねおすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。結構動画でもですね、MacBook Pro 何を買った方がいいですかとか、どのタイミングで買うべきですかっていう話がね、結構質問としても多くって、で僕としてはね、個人的には欲しい時に買うのが一番の買い時だよっていうふうに思ってるんですけども、毎年どうせ新しいの出るので、今欲しい時にね、欲しいモデルを買うのが一番こう、最善策だよっていうふうにはいつも言ってるんですけれども、今回はね2020年版 MacBook Pro とあとこれから出る ARM っていうところの関係からね、結構今複雑なね状況になってるので、僕が今おすすめするのは、このね、しっかりバグが治った状態の今の MacBook Pro に2020年版これかなと思います。こちらを買っておくのがですね、パフォーマンス的にもですね、一応間違いがないんじゃないかなと思います。正直今のモデル僕はねすごいね、アップデ後のものに関しては満足してます。本当にこれ13インチなのってぐらいパワフルなので、これ1台あればね、ほとんどのことはねできちゃうんじゃないかなというふうに思います。それでもですね、僕が多分ARM 版のね MacBook はきっと買うと思うんですけども、それはどちらかというと興味本位というか、こういう形でね、いろんなものを試して皆さんにお話をするっていうことをね、ルーティンとしてるので、それのね、知見の一つとして買おうっていう、ところが大きいので、なので僕と同じようにですね、新しいもの好きとか試してみたいっていう方はね、ぜひね、一緒にね、買ってもらえればなと思います、ARM版の Mac を。ということでですね、結構長々喋っちゃったんですけれども、今日はですね、この MacBook Pro 13インチ2020年版が、しっかりね、使えるようになって、かつね、かなりパワフルですよっていうお話。細かい、改善点もありましたというところと、ARM 版に対しての考えですね、もしねちゃんと MacBook 真剣に選びたい方はね ARM 版待たなくてこの2020年版買っちゃってもいいんじゃないかなというふうに思いますという話でした。はい、こんな感じでね、このチャンネルモノグラフでは、いろんなガジェットの話とか、Apple 製品の話をしておりますので、もしね、この動画がいいねと思ってくれた方は、ぜひいいねもしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。